木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。ブロックします。腕をフックします。させません。エルボーを入れていきます。掴んだ。エルボー逆にバックに回った。うまく切り返した。肩が上がります。行くのか。耐えます。ローリングエルボー抱えます。ボディースラブ、マウントに移行します。動きがちょっとなくなりました。なんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのが、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。掴みます。アップエルボー。組みに行きます。逆に振り返して、強烈に打ち込みます。起こしてまいります。腕を回します。現役にして伝説、そして生きながらにして神話と語られます、その三沢光晴。幾多の戦いを制した鉄の右肘、そして何より強い不屈の精神力、まさにこの男は日本プロレス界を代表するエースと言っても過言ではないでしょう。走り込んでのエルボー、肘を打ち込んでまいります。腕をフックします。巻き投げで切り返します。起こします。エルボーで返します。この辺り館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合いですね。いい攻めですよ。DDT で切り返します。掴みます。頸動脈を狙います。エルボードロップ、リング下に降ります。間を取っています。逆水平を打っていきます。抱えます。バックを取ります。バックに回ります。なんと顔から落とします。ストンピング、蹴りつけてまいります。エルボーを入れていきます。小脇に抱えます。エルボーでブロック、ジャンピングヒップアタック、リング下に降ります。ああ、この辺り気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。意地を打ち込んでまいります。エルボー組み合います。リング内にも落ちます。お気をつけなさい。息を整えます。リング内に戻ります。ロックアップ、フライングメイヤー、こういう間の取り方うまいですよね。こうなると相手はね、非常に嫌なものなんですよ。確かにね、ちっこいですもんね。腰を落とします。バックに回ります。今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。組み合った。あと逆に投げていった。起こした。ストンピング強烈。抱えた。ボディスラムで叩きつけた。絞り上げる強烈。ロープに逃れました。小股に挟んだ。あと裏返りだな。ここでロープブレイク。組み合った。逆に返した。トップロープを奪う。コーナー最上段からドロップキック。首根っこをつかんだ。エルボーで返す。フロントのスープレックス。
分経過、タイムミニッツコール。頭を掴んで、エルボーの連打。奥歯を噛み締めた。投げ捨て式のパワーボール。あっと、キャッチした。あっと、返した。ロープブレイク、ロープブレイク。掴んだ。させません。掴んだ。あっと、逆にキック。ジャーマン、後頭部痛打。あっと、エルボー。いけるか。逆にロープに振った。ヒップアタック強烈。そのままプレスしていった。蹴っていった。あと逆に捉えた。いった。タイガードライバー。岩壁の母の胸に抱かれました。スピンエルボー。ラリアットものすごい。片エビに持ち込む。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。一気にスパークするのか。立たせていく。エルボーで切り返す。ガチッと組み合った。ロープに飛ばした。エルボー強烈。抱き起こす。エルボー。エビに固める。ロープブレイク。のどらか。抱え上げて上強烈逆エビが食べる。